武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は岩手大学の物理の勉強について話していきたいと思います。物理ですが、教育学部は大問4つで時間90分、理工農学部は大問5つで時間120分となっており、時間的には教育の方が、正直きついですね。大問が、1個、理工農学部増えてそれで30分、確保されるんですが、その大問1個で30分かかるというほどではないので、教育の方がちょっと時間厳しめという形です。で、問題の難易度としては、日大レベルからマーチレベル程度の問題が多く、出題されておりますが、問題数自体がかなり多いので時間との戦いになる可能性が高いです。で、図を書く問題、論述問題なども出てはいるのですが、正直その問題数から考えたらそこまで多いわけではないので、優先順位としては標準問題を記述で完璧に解けるようにすることが最優先で、時間に余裕があれば論述練習や図を書く練習などやっておく形です。で、レベル的にはマーチレベル、両門の風など完璧に仕上げておくことが優先で、時間に余裕があれば国公立標準問題集キャンパスなので図を書いたり説明する練習をしておくという形ですね。ただこれは本当に余裕があったらで、優先順位が高いのはやはりその通常の問題を解けるようにすることで、問題数が多く幅広く出るので、苦手分野を作らず全範囲をちゃんと網羅しておくことを優先してやるように心がけてください。で、割とここの問題に関しては、その大問が続いている形式にはなっていますので、ちゃんと大問の流れに沿って誘導に沿って解くようにしていって、一個一個に問題で止まらないようにですね、勢いに乗って一気に解き切れてしまうように、大問の流れで解くことを重視してやるように心がけましょう。で、当然計算ミスがあったり記述で書けないようなことがないように、しっかりですね、回答を最初から最後まで持っていけるように、ミスらず正解にできるように、練習することを心がけてください。以上が物理の勉強となります。